はい、皆さんどうも、ブランド品鑑定士東谷です。今回のブランドなんですけども、こちら、はい、プラダでございます。で、今回なんですけども、このプラダの真眼鑑定コピー品の見分け方ということでご説明させていただきたいと思うんですが、大きく分けてですね、ポイントっていうのが2つありまして、まず1つ目、フォント、文字の形ですね。これはもう前回までの動画でも何度かさせていただいてるんですが、こちらの形、文字の形についてご説明させていただきたいと思います。そしてもう1つはこちら、ギャランティーカードですね。こちらをご説明させていただきたいなと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、本日ご紹介させていただくブランドはプラダということで、まず、ちょっとこのお財布、はい、お財布を使ってちょっとご説明させていただきたいなとは思うんですが、ちょっとね、文字とかが見にくくて分かりにくいかなと思うので、後ほど画像の方をね載せてご説明させていただきたいなと思います。で、このプラダに関しては、こういう風にね、文字がここにあったりですとか、こちらの方に型押しがあったりですとか、またはね、三角プレートと呼ばれるものね、こんな感じのやつなんですけど、こんな感じのやつがついてあることもありますんで、そこらでね、比較してご判断いただければなと思うんですが、ちょっと今回はね、分かりやすくこのちょっと箱になるんですけども、こちらの写真を使ってご説明していきたいなと思います。こんな感じです。はい、ではまずこちらのプラダの文字なんですが、分かりやすいマークがね、もう一つだけあるんですけど、これまず R なんです。はい、もうね、この R 一点だけ見ていただいても、このプラダの文字に関してはいいんじゃないかっていうぐらい分かりやすい文字になってますので、こちらね、よく聞いておいてください。滑り台のようにニョキって伸びてる部分分かりますよね。はい、ここですね。はい、でこちらなんですが、こうなった部分ですね、こうなった部分と滑り台のように伸びてる部分、そこの隙間にですね、少し特徴的な切れ込みが入ってます。はい、ここですね。はい、こういう感じで切れ込みが入ってますんで、ここはね、必ずくっついてしまっていない、全部がね、ガチッとくっついてしまっていないということを覚えておいてください。で、ここの R のこの伸びたね、形なんですが、この R の伸びた形っていうのは、ざっくりパッと見ていただいたら、ひし形のようになっているかなと思います。このひし形のようになってるね、形っていうのが特徴的になってますんで、覚えておいてください。そして、もう一点挙げるとすればですね、A。はい。こちらで言うとですね、A のこの中。はい。この A の中ですね。こちらの中の大きさっていうのは、同じ大きさ。もちろん同じ文字なんで、同じ大きさの三角形になってるはずです。そして綺麗な三角ですね。綺麗な三角になっているといったような感じになってますんで、このプラダの文字に関してはこの2つのポイントですね。この R と A ですね。この R と A だけ覚えておいていただければ大丈夫かなと思いますので、必ずね、こちらチェックしてみてください。そしてちょっとね、おまけでもう1点挙げるとすればのお話なんですが、このミラノという文字がこの下に入っているんですが、このミラノという文字がちょうどこの R の下についた部分から始まっていると。ここはね、どのプラダの商品に関しても同じことが言えますんで、ここだけちょっともう一点ね、なんとなく頭に入れといていただければ OK かなと思います。例えばね、ギャランティーカードでご説明させていただくと、ちょうど R ありますよね。要はちょっとひし形のようになってる部分のちょうど下についたところ、この角からですね、ちょうどミラノという文字が始まっていると。はい。こういった感じになりますんで、必ずね、ここも、おまけとしてですけども、覚えておいていただければ OK かなと。一般的にはね、あまり真眼ポイントとしては、知られていないというか、あまり広まっていない内容になりますが、こちらもね、同時に覚えておいてください。それでは続きまして、こちら、ギャランティーカードですね。ギャランティーカードに関しては、正直商品本体ではないんですが、一応ご説明させていただきます。こちらのギャランティーカードなんですけども、まず、裏面にですね、このように、印字が入っているかどうか、こちらは必ず確認をいただきたいなと思います。はい。
というわけで、まあ、プラダのね、ギャランティーカードに関しては、ざっくりお伝えさせていただきましたが、まあ、一番はね、このプラダの文字を覚えておいていただければ OK かなと。で、あと分かりやすいのは、そのプラダの文字の下にあるミラノという文字ですね。はい。こちらもプラダの、R のどこの位置からこのミラノという文字が始まっているか、こちらもね、頭の片隅に入れておいていただければ心眼鑑定もしやすいのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、プラダの心眼鑑定に関してはね、他にもいくつかポイントはあるんですが、また今後ね、動画で上げさせていただくこともあるかなと思いますので、それでは本日の動画もご視聴ありがとうございました。そしてチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram 等もねやっておりますんで、よろしければ概要欄の方からチェックしていただいて、フォローの方もよろしくお願いいたします。それではね、今回の動画もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。